マルチプレイをやってるときに、なんか、みんな一つだけ、誰も手を出さないクエストみたいのがあって、あれね、なんかね、範囲ダメージはね、乗らないらしいんだけど、乗らないっていうか、あんまり効果が薄いとかっていう話もありますけど、確かにそういうのもあるかね、計算式が。結構ね、あっちゃいけないバグに何回か遭遇しましたよ。地下2階の敵を全部倒せとか、そういう系のクエストってあるじゃないですか。で、なんか地下2階、残り敵の数2とかになってるのに、敵がいないんですよ、マップ上に。あれ、どうして起きちゃうんだろうね。あれかな、誰かのマップデータが、なんか、敵がいる設定のまま残っちゃってて、変な形で同期されちゃってるのか、敵の数が残ったまま全然進行しなくなっちゃうっていうバグが発生してましたね。はっ、地下で、そう、地下で、地下でさ、マップ上に 2匹出てんのに、全然触れないの。結局あのクエストクリアできなかったからね。そう。なんだろうあれ。なんかさ、みんなでスキル当てに行ってんのに全然消えないの。そう、壁の中に2匹いてどうやってこれ倒すのみたいな。そう。あとね、これ報酬クエストじゃないんですけど、グレーターリフトを潜ってて、なんか、そんなにね、高い階層のグレーターリフトじゃないのに、なんかやけに敵が減らないなって思った時があったんですよ。で、よく見たら、この敵が全部ライフ1の状態で、こう、生き残っちゃってて、どんなに攻撃与えても、ライフがゼロにならないんですよ。全部の雑魚敵が。あれは恐怖ですね。みんな途中で、あれ？これなんか、一匹も敵減ってなくない？って気づいて。なんかゲージがどんどん真っ白になってるから、あれ？これなんでだろうな？と思ったら、敵が無敵になるっていうバグには遭遇しましたよ。あ、そうですよね。いやー、ああいうの起きるんですよね。敵の消失バグ。またです。また気軽に遊びにいらしてください。あ、つなげゲームさん、こんばんは。